世界教師デーとは毎年10月5日に行われる国際デーである。1966年に国際連合教育科学文化機関と国際労働機関により教員の地位に関する勧告が採択されたことを記念し1994年から開催されている。世界教師デーは世界中の教育者の立場を認め、評価し、改善することに焦点を当て、 教師や教育に関連する問題を検討する機会となることを目的としている。国際連合教育科学文化機関は世界教師デーを通じて教師が教育を行う権利や子どもたちが教育を受ける権利の重要性について認識や理解を求めている。教育インターナショナルは世界教師デーが国際的に認識され祝福されるものと強く期待している。そして 世界中の国で実施されるために1966年と1997年の推薦の原則が考慮されるべきであるとしている。100カ国以上で国際教師デーが実施されている。教育インターナショナルとそれに属する401の会員組織が普及の努力をしている。毎年エデュケーションインターナショナルは教育に従事する者たちが 社会的に貢献していることをよく理解してもらえるようにキャンペーンをしている。ありがとうございます。